も全力ぶっちぎりマキピロ君とリオでございます。大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。何がですか？いろいろありますよ。いろいろありますか？はい、まず一つ目、はい、エクスフラッグパーク2022、はい、ありました。ありました。はい、全力ぶっちぎり、はい、映るのかと思い、うん、楽しみにしてますと。ほう、絶対見ます、応援してます、うん、頑張ってくださいっていう声ありましたね。ありましたね。はい、僕たち、はい、YouTube ライブの方に映ることはありませんでした。ありませんでしたね。いや、一瞬映りましたよ。ちょ、ポストニュースの本当一瞬映りましたよ。出しておきます。 0.5 秒ぐらい出しておきます。じゃあ本当にすみません、あのもう分かってたんですよ、正直言うと、はい、あのあ自分たちは、YouTube のライブに流れないんだっていうのは分かってました、はい、けどワンチャン流れたらっていうちょっとした淡い期待も持ちながらっていう形だったんですけど。あ、持ってたの？まあ分からんやん、まあ、何が起こるか分からんやんって思って、うん、ひょっとしてなんか呼んでもらってちょっと出てもらって、ああワンチャンね、出てもいいよとかね、うん、あ、なるほどね、うん、分からんやん、うん、だけど、まあ、それもありませんでした、はい、ちゅうか、まあ、そもそもですね、はい、ちょっと無理やったかなと、うん、まあ、ちょっとこれについてちょっと一応ねお話ししとかんと、うん、中にはクーッってなってる人もいるかもしれんから。あ、そんなこと思ってくれてる人がいるとおるかもしれん、分からんな、うん、おったら嬉しいな、うん、やけど、まあ、ちょっとね、まあ、これについて説明すると、はい、まあ、そもそも僕たちは YouTube っていう活動はまあこうね慣れてるというか、うん、まあ、ずっとやってきてますけど、はい、あのね、まあ、違うんだよね、またね、うん、ああいう場でこう演者、はい、としてのスキルっていうのは、はい、正直全然やっぱりもう皆さんと比べると爆発が違うというか、もうゼロですよ、ほぼ、うん、うん、もう本当にゼロ、はい、ゼロの状態なんで、はい、はっきり言って役に立ちません。立ちません、はい。なんでやっぱりその、はい、演者としてのスキルっていうものが、まあ、そもそもない、うん、うん、経験がまずない、はい、圧倒的な、経験値が足りないので、うん、そういった人間を YouTube の、ライブ配信に出してどうなるかというと、まあ、事故る可能性がやっぱりあると。何か分かんないですね、うん、しかも、まあ、今回ねコロナ禍での開催ということで、はい、いろんなことに対して気使わないといけなかったと思うんですよ、うん、うん、本当にあのまあ、裏側知ってるかあれなんだけど、うん、むちゃくちゃ大変やったと思うんですよ、はい、うん、でその中で、まあ、ちょっとでもやっぱこう不安材料を消していくっていうのはもう当たり前の話で、うんうん、だから、まあ、今回ね、そういったところに選ばれなかったのかなとも思ったりもします、うん、はい、またまたね、まあ、俺らがちょっとまだこうスキルがないからちょっと裏で慣れてもらって、でそれからねまたっていうことを考えていくくださってんのか、正直、うん、二度と呼ばれないのかそれは全然わかんないんだけど、ね、うん、でも本当に言えることはあのいい経験をさせていただいたなと思いました、はい、本当にいい経験させてもらいました、はい、そして現地まで来てくださった方、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございましたね、あの普通にありがたいことに、うん、まあ、全部地のためにこの、ね、うん、公開収録、まあ、はい、あの音曲のお供ラジオの方を来てくれて、うん、あとはね、あの2人が出たモンストダウトとかね、うん、はい、そちらの方とかもずっとね全部地にこう全部地の出るところをね、うん、先にスケジュールとして押さえてくれてっていう方も見えたので、はい、本当にね、あの感謝でしかないなと思いました、うん、で中でも、モンストダウト、はい、これね、ライブの方には流れなかったんですけど、はい、めちゃめちゃ好評でした。すごいね、ツイッターとかで検索すると結構もう嬉しい声がね、そういっぱい上がってて、うん、なんで配信でやらないんだみたいなのもねあったりして、これはやるべきだろうとかね、なんかありがとうございます。いやもう本当にめちゃくちゃ嬉しかったです、うんうん、まあそこの中に俺たちは関係ないのかもしれないけど、うん、やっぱ出た演目がそうやって評価されたっていうのはすごい嬉しかったし、うん、嬉しい。あとはあのメンバーもすごかった、うんうん、あと電気椅子はマジで痛かった。痛かったマジで痛かった、はい、うん、あの現地にいた人しか分かんないからね、電気って何って今なってると思うけど、うん、本当にね、まああれがねちょっと本当公開される可能性もゼロではないので、まあゼロではないから、うん、公開ですねしてもらえたら嬉しいよね、はい、うん、ということで、まあ、まず一つはですね、はい、その YouTube のライブの方に、うん、まあ、たくさんの方がね、応援してくださってるにもかかわらず、まあ、出ることができなかったと、はい、いったところに対してまずね、一つごめんなさいっていうことでございます、はい、そして二つ目のごめんなさい、はい、これはね非常に大きなことです、うん、会場でも何人かに俺は言われました、はい、フラパーガチャ引かないんですか、はい
弾きたかったよ。はい。めちゃめちゃ弾きたかった。弾こうと思ってたし、うん、誰かに弾いてもらおうかなとも思ってました。はい。なんだけど、ちょっとスケジュール的に難しかった。本当にタイミングを伺ってたんだけど、本当にうまいこといかなかったんだよね。そうそう、前もって、うん、お話をしておけばよかったんだけど、そうだね。その場でアポ取ってやろうかなっていう甘い考えだとね、うん、ちょっと難しかったっていう点と、うん、はい、まず一つは自分たちがまずああいった場に出たことがないので、はい、まず勝手がわからなかった。そうだね。うん。まあ、これが多分一番大きいかなと思います。うん、で、もう一つは、あとは、会長に来てくださってた人を、はい、少しでも満足させるために、うん、僕らはなるべく会場内で写真を撮ったりとかしてました。はい。で、ちょっとこれについて、説明させていただくと、うん、まあ、もちろんですね、コロナ禍ということで感染リスクが高くなる、そんなことはね100も承知の上です。はい、はい、なんだけどやっぱりお金を払って、会場に来てくれてる人がいます。うん、はい。で、抽選制です、うん、いろんなものを抽選して、うん、応募して、中にはね、なかなか全然受からないっていう方もね、うん、多分見えたと思うんですよ、うんうん、そうするとな、せっかく来たのにとか、うん、もうなんか行かなきゃよかったとかね、うん、まあ、そういった声が上がるのがまず嫌だなと思いました、うんうん、それにスタッフさんもすっげーも走り回って、うん、むちゃくちゃ大変な中で、じゃあ俺たちが会場来た人にせめて満足して帰ってもらうこと、まあ、できることってなんだろうって考えたらもうそれしか浮かばなくて、そうだね、だからなるべく、お越しいただいた会場の人と写真撮ったりとか、はい、まあ、うちらのでよかったらっていう形なんですけど、うん、まあ、サインさせていただいたりとかね、はい、しました。まあ、その時間をなるべく取りたかったっていうことで、うん、正直ガチャを引いている余裕がなかったっていうのが、うん、まあ、実際のところかなということでございます、はい、なんでそれは確かに会場にいる人は良かったかもしれないけど、うん、会場にいない人、はい、うん、に対しては確かにちょっと自分の中でそこまで頭回ってなかったなっていうのもあったかなということで、まあ、これはやっぱりちょっと一応ねちゃんと謝っておかないとなということで、まあ、ちょっとね、うん、今回、そういった形でごめんなさいと、はい、いうことをお伝えしたくて、今回動画を回させていただきました。これね本当にねたくさんの人はね期待してくれてたと思います、うん、まあ、現地にはですね、まあ、ずっと言われてます、はい、立ち上がさんとかねゴージャスさんとコラボしてほしいっていう話とかもね、うん、あったりとかもしましたが、ちょっと難しかったと、はい、うん、まあ、実際に、ね、ちょっと、まあ、楽屋でお話しさせていただいたりとかしたんですけど、うん、ちょっとカチャっていう時間まではね、そうだね、うん、取れなかったので、やっぱ皆さん忙しいんで、であとですね、うん、まずもう一個迷ってた点が、うん、出るまでガチャをやるべきなのかっていうところもありました、うんうん、っていうのも出るまでガチャってやりだすと、そういつ終わるか分かんないんですよ、誰も予想がつかないから、うん、そうするとむちゃくちゃ迷惑かける可能性がある、うん、やっぱ次のねステージの準備とかも皆さんあるから、うん、いくら控室戻ってきたからガチャ引いてもらうって言っても次の準備とかねもう始めちゃうってなっちゃうとガチャ止まっちゃうしみたいな、しかもかなりいろんなものに出られてるので、うん、皆さんは、うん、本当に控室にあんまりいなかったもんね、うんうん、体力的なこともあるし、うん、そういったので負担かけたくないなっていうのと、うん、あとはもちろんねうちらのところに出てメリットっていうのは、まあ、皆さんもっとうちらよりはるかに上の人たちなんで、うん、あんまりない、うん、その状態でお願いするっていうのはすごい気が引けたということで、うん、はい、まあ、うーん、ごめんなさい、すいません、でもいろいろあってできませんでした、ごめんなさい。来年はですねちょっとこの反省を生かして先にアポを取って、うん、そうだね、もしよかったら引いていただけないでしょうか、うん、じゃあ何時頃大丈夫でしょうかっていうのをね、うん、前もってお話しして、うん、じゃあすいません今日よろしくお願いしますっていう形でね、次回もし呼ばれることがあれば、うん、はい、はい、そういった形で、まあ、会場にいない皆さんも楽しませれるようにと思っております。はい、はい、ただですね、まあ本当に本当に思ったのが、うん、やっぱお金を出して会場来られてる、うん、でなおかつさ俺ら地方組だから分かるわけよ、はい、うん、いくらかかるのか、ね、宿泊費交通費、うん、なんかね北海道から来てる人もいたしさ、うんうん、だから俺らすげえ分かんのね、うん、地方組だから東京の人はちょっとしたねこう交通費で、まあ、会場費だけで済むけど、うん、地方から来る人って本当に何万も飛ぶんですよ、うん、うん、で宿泊費とって考えるとね、うん、日帰りじゃね難しいからね、うん、で来て、うん、いやなんかもう抽選で全然は、ね、当たらへんし、うんうん、入れへんし、うん、なんか誰ともねこう写真となんかいい思い出あんまなかったわってなると嫌、うん、やん嫌だ、ね、何万も出して、うんうん、
だったらもういいやってなっちゃう人もね、うん、絶対中にはいると思ったので、まあうちら、うん、やけど、まあ、ちょっとでもまあ皆さんに、ね、喜んでいただけるのでしたら、うん、ということで、まあ、なるべく会場の方にうちらは顔を出すようにしておりました、はい、はい、というそういったね裏側があるので、まあ、ちょっとすいません、まあ、そこはご理解していただけると嬉しいかなって思います、はいはい、ということなんですが、まあ、今後はですね、まあ、ああいったイベントとかですね、うん、本当にモンスターストライクをまあ、盛り上げれるように、うん、まあ、自分たちのできることをどんどんやっていきたいなと思っております。はい、はい、よければ皆さん今後も応援の方よろしくお願いします。お願いします。そして最後に、改めて、まあ、皆さん本当にすいませんでした。すいませんでした。あとまあね、中にはねちょっと写真撮れなかったと言った人もいたので、その人もね本当にすいません。すいませんでした。またね呼ばれるように頑張りますので、うん、はい、であとねもしぜひまた呼ばれることがあれば、はい、まあ、皆さんにもね足を運んでいただきたいなと思います、うん、はい、僕らのやれることは全力でやらさせていただこうかなと思っておりますので、はい、はい、まあ、今後とも応援の方よろしくお願いします。お願いします。